ゴッドカウンセラー、いくつかちょっと相談来てますので、ちょっと早速じゃあ質問させていただきます。33歳会社員の剛さんからの相談です。街で喧嘩を見かけた場合どうしたらいいでしょう。先日繁華街で殴り合いの喧嘩を目撃し、大ごとになったらいかんと思い止めに入ったところ、貴様は誰じゃと喧嘩していた一人に絡まれ、おなぐらをつかまれ、何も悪いことをしていない私が謝る羽目になりました。こういうことがあるので、見て見ぬふりする人が多いのでしょうが、私は弱いくせに思わず体が反応してしまうのです。こういう時どのように振る舞うのがベストだと思いますか。織田さん流のアドバイスをくださいってことです。はっきり言うと己を知れってやつだよ。勇敢ならいいことなんだよ、はい、な。で、一見聞いてればもう100善人のように聞こえるけど、はい、その何じゃお前はって言ったおっさんの気持ちになってみると、確かに何だお前ってなるんだよな。俺もエキサイとして誰かと喧嘩してる時にわけわかんないサラリーマンに止められたら誰だお前ってなるよ。でもそのサラリーマンは正しいんだよ、はい、あんたは正しいんだよ、その勇気出して、はい、でもそれはな、結局弱いくせに飛び込めたってあんたは言ってるけど、はい、多分それでも相手見てると思うんだよ。自分の目の前で、まあ、一昔前の K1 のな、お前ジェロムレバンナとかよな、ルスランカライフみたいな奴らが路上で喧嘩になってな、半端じゃねえでけえから、はい、そんな奴らのストリートファイト目の前にして止めれんのかっつうの。なあ、あるいは10対10の任侠人みたいな奴らが刀抜いても始めるってなったら止めれんのかっつうの、はい、無理だろって。おそらく1対1のなんかよくわかんねえ街のあれだろ、うん、もうどうせ止めんなら全てを止めれるぐらいの気でいなきゃダメだよ、はい、自分が怪我しないことが一番だから。あ、うん、まあ実を言うと俺もあんま無視できないから、はい、俺がよく使う手はエキサイトしてる人間にいきなり上から物言ったり対等に近づいちゃうと、はい、まあ、火に油というか、はい、そいつらも興奮してなんだお前ってなるし、はい、逆になんだじゃねえだろっていうそいつらの言葉が角が立ったらこっちもカチンときちゃって、はい、泥沼になるというか、うん、つまらん喧嘩を止めるつもりがつまらん喧嘩に発展しちゃう時もあるから、はい、俺はまあ多分こっちが悪いなっていうのをパッと見てわかるじゃん、はい、こっちが多分言いがかりつけてるなっていう方を先にまあ抑えるなり、まあ、あんま力づくじゃない、軽く掴んで耳元でこんなことやってると警察来るぞっていうその諭すというか、はい、うん、こんなことでまあデゴに引っ張られてもつまんねえだろっていう感じの、まあ、お前の味方でもあるぞっていう体で俺は止めるんですよ。あ、うん、理由はあるだろうけどいろいろ、うん、そうすると結構いや聞いてくださいよみたいになるんで、あ、なるほどなるほど、うん、お前やめろってやっちゃうとお前なんだってなっちゃうから、はい、うん、俺だったら殺すよ、当たり前だろう、あ、というふうに彼には伝えてきます。お、言っとけ。本日もいろいろな、うん、回答いただきましてありがとうございます。メール、あ、抹茶ミントな、あ、これどういうどういう気持ちの表れで、気持ちの表れなあ、気持ちの表れ、俺お前に前回も雨やっただろお前な、いつもなんだから何かしらあげてんだよ、腹立つなってやめ、他にもわけわかんないサラリーマン喧嘩止めるしやねえなあ、本当リッチの喧嘩で止めてもらうんだったんですよ、今度やっと準備してんだったから、あ、わかりました、あ、お気をつけて風邪などひかないよう。